もう本当8月の二十何日です。29日、うん、入院したあたりぐらいで初めてずっと3人一緒だったんですよ、ミキちゃんと私と社長は、もうずっと一緒で、もうなんならミキちゃんもうち来て泊まるぐらい、もうずっと作業も一緒で、でずっともうご飯も一緒、何も一緒、髪も一緒、ずっといたのに入院してパッていなくなっちゃって、はいはい、でもう寂しいと思って、そのあたりですね、初めて寂しそうを感じた。いや私も本当に男の人と長らく一緒にいるっていうことができない病気でして、そう散々言ってお互い意気投合したんで、これも二人してずっと独身だよね。3000もいくらしましたって。一人の空間でいかにお酒飲むか、そうですよね。サンルームって結構暑いですか寒いですかみたいな、下の根も乾かないうちに、うん、あのね、忘れもしないこれに三宅先生がいて、そうそう、三宅先生がいて、先端に酔っ払った最後の時に、うん、そう付き合わない、そう、なんとなく予感があって、あの三宅先生びっくりしてて、いや、かなり、うん、おってなってた、当たってるためですそしたら、ああ、ここで来るのか、うん、隠してたわけじゃないんだと思ってもう、うわ、って肉食系の松本美智子にして遅かったなと思って肉食系だから、その日、そのまま行ったんですよ。もう、応援しまう、私だともっとだって、8月の頭とか7月ぐらいからだから、うん、付き合わない、で、結婚しないじゃん、このまま行くんで、ほとんどその聞きました、大変ね、応援してくれますよね、くらいの感じで、その場で松本家にお母さんに電話して、あ、そうそうそう、応援します、うん、業界へって、うん、分かった、私何すりゃいいのみたいな、そう、お母さん戸惑う、戸惑う何もしなくていいよね、そうですよね、真夜中にね、娘から突然電話がってきてね、結婚するって言って誰誰と誰とまあそうだと思ったとか言ってたよね、言ってたよね、周りは、うん、食べても分かったと思うんですが、まあ、そういうようなお二人です。トンゲって言ってね、後半なんか意味に関係なくなって本当、あの残すっていう意味があるそうです、末永くということになると思います。もう幼稚園でもね、がっつりタンク組んでね、あの後ろのことを、余計なことね、いろいろ提案を出させていただいてるし、うん、展開できたら面白いなというふうに思います。ますますね、あの期待してください、はい、期待していただいて、これから始まったばっかりですよ、9月10日にね、結婚の方も9月10日に始まって、会社の方も9月10日スタートです。これからの新しい会社ですので、ともびょうちゃんとこうコラボ組んでいきますので、皆さんどうぞこれから先もお楽しみにしてください。はい、お二人今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ動画への高評価、そしてチャンネル登録、よろしくお願いします。